というわけで、今回僕がスネイルサンドラボの方でサンプルパックを出すことになっているんですけど、そのサンプルパックと、自分が出すプリセットパックを使って1時間以内に曲を作るという企画をね、ちょっとまあいろいろ作ってみます。じゃあよいしょよいしょ、始めます。僕はいつもこういう曲を作るときはドラムから作るので、まずはキックとかを適当に、これいい音だ、僕がねよく使うようなリズムをまずは作っていきます。メインリード、リードを使って、こういう風にまあキーをいろいろ変えてみてやったりもしてますけど、これでメインのメロディーとドラムの組み合わせができたので、ここでベースの、まあコード進行を考えるとき、まず僕はベースを考えるんですけど、まあこういうとこで、もうちょっと早い方がいいな。OK。これでまずは基本的なコード進行と自分のメロディーがね、作れたので、まあ、ここからちょっとずつコード進行を作っていって。おー、こんな感じで。今のところはフレーズ作りというか、このメロディーが結構なんかちょっと耳に痛いなっていう感じがあるので、曲に合わせてハイパスでこうやってちょっと切ってあげたりして、あとはまあディレイを使って適当なピンポンディレイで、ベースラインはまあ僕が作った中でも一番使ってるであろうこのベースを、このピッチが合っていないので、ベースを作るときに、まあ、僕が意識するのは結構そのルートの音だけを鳴らしてると結構つまんないので、ルートの中でもまあこういうオクターブ上のやつだったり、例えばもう一つこういう音を作って、こういうのとかね、ハイハット入れていきますか。こういう風にちょっとオープンハイハットっぽいものをこうするとちょっとグルーブが生まれるのと、こういうハイハットをちょっとサンプラーの上の方でこういう風に、ここからちょっとずつアルペジエーターというか、まあメインの後ろの上物になるものを作っていきたいと思うんですけど、僕がよくやるのはサイン波をちょっとピッチを自分の曲のまあ総合っていうか、なんて言うんだろう、グローバルピッチより若干高くして繰り返して後ろにこう入れることが多いです。これで一応ドロップの完成としましょう。そしたら、では